作業員が働く現場には労働災害につながる外的リスクが多いため、企業は体調管理を行う必要があります。労働災害は企業にとても大きな影響を与えます。 NTT 東日本が提供するサービスウェアラブルコネクトは、現場作業員がスマートウォッチを装着することで、現場管理者はいつでもどこからでも体調の変化や現在地を一元管理できるので、労働災害を未然に防ぐことに貢献します。さまざまな機能を搭載しているので、一人で作業する環境でも遠隔から見守ることができて安心です。手が塞がる作業をしていても、携帯電話を持ち込めない環境でもご利用いただけます。ウェアラブルコネクトの5つの特徴と各種機能をご紹介します。脈拍計測機能。脈拍の上限・下限の識位置を超えると異常の恐れがあると通知。一定時間脈拍数が上昇していると体温上昇の恐れがあると通知します。また温湿度センサーと連携することにより、熱中症対策・予兆検知にもご活用いただけます。転倒・低体検知機能。加速度センサーが転倒を検知します。また通知をキャンセルする機能があるため誤報を低減します。 SOS 送信機能。作業員が異常を発見した際やすぐに助けが欲しいときに SOS アラートを出すことが可能です。画面をタップまたはサイドボタンを押し、はいを選択して通知。もし選択できない状況であっても20秒後に SOS を自動で発信します。管理者はさまざまな方法でアラート通知を受け取ることができるので、見逃す心配がありません。こちらは実際の通知画面です。屋外・屋内位置測位機能。位置情報から異常発生地点を早期に特定します。作業員の現在地や動線をウェブ画面上に表示することができるので、アラートや SOS を出している人がどこにいるのかがすぐに分かります。システム連携。すでにご利用されているシステムとデータ連携を行うことで業務 DX に貢献します。この他にも利用者 ID などを入力することで端末を複数人で交代して利用することも可能です。お客様のご要望に合わせて今後も機能を拡張してまいります。日頃から大切な社員の安全と健康を見守り、労働災害への対策を講じましょう。